佐田岡拓馬は、福岡県福岡市出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち。現在は横浜 DNA ベイスターズのブルペン保守を務めている。福岡大英ホークスとして最後にドラフト指名された選手。小学4年生でソフトボール5年生の時に少年野球チーム福岡ニュースターズに入り公式野球を始める。私立青葉中学校3年生の時、 父に勧められた大英の入団テストにオープン参加して遠投100メートルの強剣を披露し周囲を驚かせる。その頃から140キロメートルの球を投げる投手として地元では有名であった。福岡高大上等校に進学後は主軸として活躍し2004年の第76回選抜高等学校野球大会では4番を務めベスト8に進出。 夏の福岡大会では抑え投手も務め時速1 4 6トルを記録するなど、その身体能力の高さを見せた。高校通算40本塁打。2004年のドラフト会議で福岡大英ホークスから7巡目で指名された。指名後に球団はソフトバンクに売却され、福岡ソフトバンクホークスに球団名が変わった。2005年には、 二軍の公式戦22試合に出場。2006年には二軍でも11試合の出場にとどまった。一軍昇格の機会がないまま、シーズン終了後には入団二年目にして戦力外通告を受けたが、12球団合同トライアウトを経て千葉ロッテマリーンズへ移籍した。千葉ロッテマリーンズ時代2007年は二軍の公式戦で72試合に出場。打席数こそ、 イースタンリーグでの規定打席数に満たなかったものの、4番打者の細谷慶に次ぐ6本塁打を放つなど、長打力をいかなく発揮した。その一方で、本塁打以外の長打は2塁打3本のみ。さらに、安打数41に対して、支球数が6個にとどまるなど、打撃面では、初球からバットを振り回す荒さが目立った。2008年に軍公式戦で54試合に出場。 打率2314本塁打を記録した。2009年には2軍公式戦62試合の出場で打率2415本塁打。2010年には2軍で自身初の2桁本塁打を記録したものの打率は229にとどまった。2011年2軍公式戦で自己最高の84試合に出場。10月9日に 戦力外通告を受けたが、12月6日に東北楽天ゴールデンイーグルスが獲得を発表した。2012年、6月20日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で、プロ8年目での一軍デビュー。第2打席でプロ入り初安打となる左翼戦への2、塁打を放つとともに、プロ初得点も記録した。シーズン2算では、一軍公式戦で16試合に出場。 58試合に出場した2軍の公式戦では、自己最高の打率、305、出塁率、337を記録した。2013年、1軍公式戦への出場機会がないまま、10月4日に、球団から自身3度目の戦力外通告を受けた。通告後に、第1回十二球団合同トライアウトへ参加したが、結局は、現役からの引退を決めた。 2013年12月19日に横浜 DNA ベイス,スターズがチームスタッフとして佐田岡と契約したことを発表。父は南海ホークスで遊撃手として活躍した佐田岡佐都であり、佐田岡昭二、佐田岡哲二は叔父である。野球一家であるが、兄は一般人である。ありがとうございます。